注意。この動画はアマレコテレビで出た映像をアマレココで撮ったものなので一部遅れて映ってる部分があります。はい、どうもこんにちは。はじめましての方はじめまして。チャリ・ポミラーと申します。今回は第7回、カズさん主催のね、カズハイに、出場させていただきました。メンバーはね、このような感じです。ちょっと時間ないので、まぁ、ちょっと省略させていただきます。さあ、ね、100cc ってことでね、まあどんな戦いなのかね、今が楽しみでございます。じゃあね、早速、やっていきましょうか。見た感じは、さあ、デイジーサーキットがスタートですね。1コース目、デイジーサーキット、デイジーサーキットによるスタートでございます。さあ、やっていきましょう。 3、2、1、ゴー! おっと、これは、ロゼバウボッチです。また、ロゼバウボッチです。ロゼバウが一人しかいないというクオリティ、なんということでしょう。そして、超絶、ラブラッシュ、ラブラッシュ、ラブラッシュ、いきなり、ラブラッシュ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 によって、先頭に躍り出た。先頭に躍り出たぞ。いきなり、ロゼバウが先頭に躍り出たぞ。これは、単独首位マリエルゴ、単独首位マリエって、そして高さが前に出て、後ろがカズさんもいて、さあ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 、これはデイジーに囲まれるという展開。これでどうなるのでしょうか。そして後ろからクモンが迫っています。さあ誰だ。おっと、ここでパンブロック、回避を見せているクオリティ。これでは、高さに逃げられてしまう。これでいいのか。さあ、順調な滑り出しをしたいところでありますが、ここでサンダー回避とかはいるのでしょうか。まだサンダーは振らない。まだサンダーは振らない。さあどうなる。サンダーは振らないぞ。まだサンダーは振らないぞ。さあ、剣が、緑コーラで牽制する。そして、前にカズさんもいる。タカさんが依然として1位。さあ、展開は、どんどん、3周目と参る模様です。おっと、ここでサンダーです。回避は特にはいない模様。そして前4人が離れている。これは、接戦です。いきなり接戦待ち受けております。そしてトリプル赤コーラで剣を討伐。そしてあとは2人前にいるという展開。さあ、ここで2大会前回取れなかった1位をもぎ取ることができるのか、チャリフォーミュラ。さあ、まだ4位、まだ4位です。エグゼミラー、後ろにエグゼミラーがいる。さあ、キノコを残し、おっと、引っかかってしまった。申し訳ない。おっと、これは6位か。6位と7位、6位です。開始6位、またもや真ん中のスタートです。そして主催者が1位。さあ、どうなるのでしょう。このカズハイ、次のレースに行きましょう。第2回戦は FFT マリオサーキット。さあ、どんな戦いになるでしょう。ここでトリプルキノコが出る。ラブラッシュ、さあラブラッシュ、先頭に一気に立ちました。ラブラッシュをまだ1個持った状態で先頭に立ちました。ここは先頭で逃げ切るパターンでいきます。ラブラッシュ、さあこのままトゲが来なければ1位も十分あり得る展開でございましょう。さあ、どんなのが来るのでしょう。後ろはカズさんです。ここで緑コーラを拾いました。後ろに投げる、当たらない、別の人に当たってしまった。さあ、どうなるのでしょうか。このカズハイ、危ないと言いたいところでしょうが、1位だと何も喋ることがない。1位を走り続けると何も喋ることがなくて逆に困る展開。ここで赤コーラが来ました。しかし何とかかわせた。これは順調です。これは非常に順調です。非常に順調なまま3周目入ります。さあどうなる。このまま逃げ切りたいところ、トゲが来てしまった。しかしまだチャンスは十分ございます。なんとかかわしました。さあ、ここから巻き返せるのか。サンダー回避がいるぞ、サンダー回避がいるぞ、キラー回避もいるぞ。これはどういうことなのか。
ここでチェケボン、チェケボンを投げていくコリディ、ユッキーさんに当たった。しかしこのキノコはいらない、このキノコはいらないでしょう。そして雲を引くクオリティ、そして踏まれるクオリティ、これは完全に終わったと言えるでしょうか。さあこれは完全に終わった感じがします。なんとかなんとか1ポイントは欲しいところ、なんとか1ポイントは欲しいところ、また追う、また追う、見事にビリです。これはまずすぎる。9位、これではやばいにほどがある。さあ次行きましょう、また追う。さあ第3コース、ルイージサーキットですね。じゃあやっていきましょうか、ゴー。さあ生徒どうなるのでしょうか。ルイージサーキット、アイテムは取れた。さあ巨大キノコです、巨大キノコ、巨大キノコ。しかし前に剣が構え、赤甲羅を構えて遮っているぞ。さあ大丈夫なのか、これで大丈夫なのか。さあ今日は調子が悪いです、今日は調子が悪い。チャリフォミュラ、これおっと危ない、チェキボンをなんとかかわせた、チェキボンをなんとかかわせました。さあこの状態で何か来るのでしょうか。何も来る気配はまだないと見た、まだないと見た。ここでとりあえずデカキノコででかくなっておきたい。さあハンダーは来ない模様、そしてトゲが前に行った、ナブラシ。さああとはエグゼさんだけ、エグゼさんだけです。エグゼさんを抜かせば1位もチャンスは十分ありえます。さあカズさんが3つの緑甲羅を持っていて、そしてエグゼミラーさんの当たらない当たらない。さあトゲはまだ来ない模様、これは大丈夫なのか。後ろを潰しておこう。さああとはトゲが来てくれればワンチャンです。おっとここでサンダー、回避はいるのか、回避はいるのか、ここでは判断できない。おっと裏振りさんが回避している、裏振りさんが回避している。そしてエグゼミラーさんに当たった。私はなんとかタナボタで2位をゲット。これはタナボタ、しかしなんとか2位を確保しました。 前走の巻き返しはなんとかできました。さあこんな感じになっております。現在6位、まだ大逆転のチャンスは十分あります。それでは、次のコースいきましょう。さあラストレースは DK ジャングルパーク、ここはバフザーが不利なコース。そして相変わらずのロゼバーぼっちぶりを発揮しております。なんとかここは前に行きたいところ。裏振りさんのそれが怖い、しかしそれ以前の問題だった。なぜここで壁ゴンするのかがわからない。さあなんとか巻き返したい。8位ならなんとかいいアイテムが取れるか取れないか、そういったところでしょうか。アイテムが取れない問題なのかもしれない、取れない、やはりフラグだった。おっとこれ前でカズさんが雲を引いてしまって、そして後ろからキラーがタカさんです。さあアイテムが出た、助かった。これはツイストを取る、華麗にツイストを取りたい。このサンダーは意外と速い。というわけで早くも塩、ここでサンダーです、来ない、ここでサンダーは来ない模様です。まだサンダーは来ない模様、そしてキラーに引かれるクオリティ、これでは先が思いやられる展開。ここで超絶ラブラッシュ、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 ラブラッシュ。さあなんとか9位まで巻き返した。ここはアイテムが取れない、そしてどんどん前に出たい。しかしまた後ろから来た、キラーが来ているぞ、後ろからキラーが来ていて、そしてこの順位でなぜにイカの、またもやアイテムが取れない、これでは勝てないぞ。そしてもう一人遅れている方がいますが、これは誰でしょうか、わかりません。後ろでは把握できないこの状況。さあどんどんみんなが引っかかっていく中でちょっと危なかった。さあ6位です、なんとか6位まで上がった。トゲが来た、これはチャンスです。
まだチャンスは十分あります。ロゼバウでこのコース克服ありえるか。そしてラブラッシュ、これは避けてったラブラッシュ。さあ3位まで上がりました。3位まで上がったぞ、これはチャンスだぞ。裏振りさんが前にいるぞ。さあチャンスですよ、これはチャンスですよ。さあまだ3位です、まだ3位です。ここでラムラッシュ、さあここまたもやラムラッシュを引きました。なんでしょう、任天堂空気読みすぎ。私のラムラッシュ率はそんなに異常なのでしょうか。私のラムラッシュ率はそんなに任天堂は私にラムラッシュと言わせたいのでしょうか。これはさすがになかった、さすがにラムラッシュはなかった、さすがにラムラッシュはなかった。しかしこれは2位で終われる、2位で終わりたい、なんとか2位で終わりたい展開。なんとか安全に引き離して、安全に引き離してショートカットする人も特になく2位でゴールイン。最後は安全、なんとか連続2位取れました。さあで2、これで2コース目の挽回ができました。なんとか挽回できました。順位は5位、なんとか5位まで行きました。さあ2戦目に向けていいスタートとなりました。それでは、終わりにします。ご視聴ありがとうございました。